100% 新社会。100% 新社会。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。100% 新車館つくば中央店の富山と申します。よろしくお願いいたします。本日も、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。天気も良くなりました。雲は出てますけど、朝雨だったんですけども、天気も良くなりましたので、今回また動画でご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、こちらですね、100% 新車館と、パイオニアカルテリアとの、コラボモデル共同ですね開発ということで、こちらの 0.9% という超圧倒的超低金利ですね、こちらをご紹介しております。で、11月の1日からですね、11月の30日日の期間は限定されてるんですけども、こちらの 0.9% というものをやり始めました。車も、車種と車種で区切られておりますが、こちらでもし、検討しているお車とかがあれば、もう絶対、こちらの超 低金利、あまり見ない数字だと思います。なのでこちらを選んでいただければと思いますので、ぜひご検討ください。で、ローンの元金も無制限です。支払いの回数は、24回払いから120回、最長120回、10年までができます。あとは頭金とボーナスも0円で大丈夫です。で、0.9% 完全固定金利ということでやらさせていただきます。で、条件の一つなんですけども、マイオニアカロッツエリアさんとの共同の、開発ということで 0.9% をやらさせていただきますので、装備ですね、カロッツエリアさんのナビだったりバックカメラだったり、それが全てパッケージされたものを選んでいただいて、で、そちらを買っていただきますと 0.9% でご契約ということになりますので、はい、そちらだけご注意お願いいたします。こちらの 0.9% ですね、こちらにご用意してます、スクワイヤーですね、あと、兄弟車であるボクシーとノアですね、あとは、こちらの軽自動車ですとスペーシアギアだったり、NBOX だったりですね。で、そちらが 0.9% のご案内をさせていただいております。まだまだたくさんあります。プリウスであったりムーブであったりも 0.9% は対応しておりますので、ぜひホームページでご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらに、今日はエスクワイヤーはですね、こちらにご用意しております。こちらの ご案内を一緒にさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ではこちらですね、カメさんも見ていただきたいと思います。エスクワイヤーですね、もう見ていただければ分かると思いますが、ノアボクシーとこちらの車の形自体は一緒なんですけども、大きくはもう顔ですね。ボクシーもノアもエスクワイヤーも顔がかなり変わります。で、こちらのエスクワイヤーとフロントグリルですね、こちらがもうかなり重厚感があって、しっかりこちらができていると思います。で、こちらが、エスクワイヤーのプレミアムの、ブラックテイラードという特別仕様車になります。で、カメラさん寄っていただくと分かると思うんですけども、こちらですね、こちらメッキがですね、確かにシルバーのメッキなんですけど、こちらはスモークがかかってます。ちょっと黒っぽくなってるのがわかるかなと思います。ちょっと影が入っちゃいますね。で、こちらが黒に仕上がっております。で、あとは、こちらと、フロントグリルですね。あとこちらです。ヘッドライトのガーニッシュですね。で、こちらもスモークになってます。で、下行ってこちらですね。こちらフォグランプの、カバーモールですね。こちらも、メッキ、スモークメッキになってますね。なんでもう見ただけで特別仕様車と分かるような、かなり黒基調として各仕上がっております。でですね、こちらですね、先ほどありましたヘッドライトですね。ヘッドライトはもちろんですね LED ヘッドライトになりますね。で、コーナーですね、曲がった時にハンドル切った時にこのランプが動きまして曲がる方向を照らしてくれるので、安全面とかもかなりよくできているヘッドライトだと思います。まあ昔の70とかから比べ、7080から比べるともうライトはかなりもうコンパクトに収まっておりますね。もうかなり LED で明るく仕上がってます、ね。で、こちらの特別仕様車ですと、インテリジェントクリアランスソナーですね。こちらのソナーの部分ですね。とこちらですね。
で、まあ、静止物に対してですけど、近づきすぎたりするとピーピー、警報警告を鳴らしてくれます。なので狭い道であったり、まあ、駐車の時際どいところであったりはこちらの警告が出てくれますので、まあ、そちらを頼って運転するっていうのはちょっと危ないんですけども、しっかり確認しながらで、見えないところはこの警告が出ますので、そちらに従っていただければと思います。出ます。で、うち、窓ですね、窓フロントガラス の上ですね、こちらにトヨタセーフティーセンスの、カメラがついてますね、単眼カメラとあとこちらのレーザーレーダーですね、こちらが出ております。そちらで前を認識してジロブレーキだったりの行動をやって、くれます。で、あとはオートマチックハイビームですね、こちらのカメラで見ながら対向車が来た時にヘッドライトを勝手に下げてくれるという作業をしてくれます。であとはレーンディパーチャーアラートですね、車線を外れた時にピーピー鳴ってくれる、カメラがしっかり車線を認識しておりますので、それで車線からちょっと眠いってなった時にちょっと外れてしまった時にピーピー鳴ってくれるので警告を出してくれるので安心して運転できるツールの一つかと思います。では、横をご紹介していきます。じゃあこちらが床ですね。じゃあ、運転席を開けてみましょう。じゃあこちらが運転席でございますね。で、もう見ていただければと分かると思います。もう黒基調ですね。もうほとんど黒です。もう黒で仕上がっています。これはブラックテイラードのものになりますね。でブラックテイラードで、こちらのでセンタークラスターのパネルですね、これこちらのブラックレーザーラインというものになってますね。あとこちらも皮巻きですね。皮巻きになってます。で、今カラテリアさんのナビが入ってます。今10インチが入ってます。11が入ってますが、今回 0.9% のもので買っていただくときは9インチになります。9インチのモデルが入ります。ただじゃあ10インチの方がいいじゃんっていうのをになると思うんですけども、今回の9インチのやつでフルモデルチェンジした新しいカラテリアさんのサイバーナビが入ります。でまあ、何がいいのっていうのはぜひ販売店でうちで、ね、いらっしゃって遊びに来てくれた時に説明したいとは思うんですけども、簡単に言いますとこちらのナビ自体が Wi-Fi のスポットになったりですね、5人までつなげる Wi-Fi スポットになったりするんですよね。あとはこのナビ自体に YouTube も入ってます。映像を楽しむことができますね。で、あとはブルーレイレコーダー、お家にもしブルーレイレコーダーがあればそちらとつないでそちらの映像をこちらでナビ上で流すっていうことももちろんできます。で、新しい機能が満載ですのでぜひ遊びに来ていただいたときにご説明できればと思います。実機も置いてますのでよろしくお願いします。はい、では、こちら の後ろですね、ご案内させていただきます。で、こちらですね、押していただければいきます。では、2列目ですね、こちら2列目今一番後ろまで下げてます。もう見て分かる通りかなり広くできます。で、今はこのマットですね、このマットがカロッツェリアさんとの、コラボのマットになります。 100% 新車感とカロッツェリアさんのコラボモデルになります。 0.9% 使っていただけますとこちらのマットが入ることになりますね。このマットですが結構斬新な奇抜な色なんですけども、まあ、触っていただければそうなんですよね、 YouTube だから触っていただけないんですけど、こちらを触ってみると本当にもう柔らかくてもう高級なシートということがすぐ分かります。でこちらがもう入るのはかなりお得だと思いますので、ぜひその時、使ってみてください。であとはそのパックにはフリップダウンモニターですね、こちらも入ります。では、後ろのドアですね、行ってみましょう。でこちらがリアゲートですね。でこちらもクリアランスソーナーのセンサーですね、こちらはセンサーがついてます。で安全装備もバッチリですね。であとはブラックテイラードですので、先ほどもありましたこちらの、シルバーメッキがスモークのメッキになっております。ちょっと黒が入っててかっこいいですね。ちょっと開けてみましょう。でこちらがドアを開けた時になります、ね、
で今3列目は跳ね上げにしております。2列目を一番後ろまで下げてると3列目はちょっと降りないんですけども、2列目をちょっと前にして3列目を1個下げてみましょう。でこちら の, あのベルト取りまして、あとはもう下に下ろすだけですね。ベルトはここにはめましょう。でカチャンといってこれで入ります。であとは後ろからこう引くだけで、あの3列目が出るようになりますね。でこれで上げるときはこちらにレバーがありますね。このレバーを引けば上に勝手に上がります。あとはベルトを戻してあげれば3列目はこれで収納可能になります。なんでまあ基本的には3列目まで使わないという方があのお客様でも多くいらっしゃいます。あの私実は私もエスクワイヤーをあの運転しておりますので持っておりますが、あの3列目はほとんど使いません。なのであのかなり荷物の入れる場所ということにはなってしまうんですけども、荷物の入れ場としてはあのもう十分以上ですねなっております。でこちらの下も開きますので、あの、まあ、掃除用具とか私は入れてるんですけど、あの掃除用具だったりあのいろんなものがここに入ったりしますので、で上はベビーカーの乗っけたりとかあのいろいろ使わさせていただいてますね。で簡単に閉めてもイージークローザーで最後まであの閉まるようになりますので、します。で、あとはこちらサイドにまた戻ってきましたが、こちらがアルミホイルですね、こちらはあのプレミアム のアルミホイルになります。15インチのものになりますね。はい、ありがとうございます。では簡単でしたが、あのいかがでしたでしょうか。エスクワイヤーの紹介を簡単にさせていただきます。で、今回はこちらのブラックテイラード特別使用車になりました。あのもう一つ一つが本当に細かくあのできておりますので、本当は私エスクワイヤー運転していると先ほどありましたけど、あのちょうどブラックテイラードが一時期ない時があったので、その時に買ってたんですよね。あの購入したんですけども、あのなのでこのブラックテイラード本当は私のどから手が出るほど欲しいんですけども、あのなんでこのメッキ装飾であったり、あの中のあのブラックレザーであったり、もうかなりかっこよく仕上がっております。であの安全装備もあの強化されてインテリジェントクリアランストーナーが標準で装備されていたりとか、まあ、あとはトヨタセーフティーセンスですね。こちらもあのかなり信頼できるものだとあの私は個人的には思いますので、はい、以上ですね。はい、では、今日はこちら あの車のご紹介と、あとはこちらですね、圧倒的な低金利で 9%、 こちらのを対象車種になりましたエスクワイヤーと一緒にあのご案内させていただきました。はい、こちらの期間も迫っておりますし、あの台数ももちろん限定になります。300台限定になりますので、あのお見逃しのないようにあのぜひあのゆっくり遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。でまたよろしければ私富山の方でもご案内させていただきますので、あのその時はまたお声かけていただければと思います。ご予約などお待ちしておりますので、ぜひその時はよろしくお願いいたします。では、本日は以上となります。ありがとうございました。